さあ、今回のディープロックギャラクティックサバイバーは大型プレートがやってきまして、まずね、アーティファクトが3つ増えてます。1個はね、ちょっと取ったんですけど取ってないんで、この3回倒されるっていうやつと、HP が30より低い状態で最後のボス、ドレッドノートを倒す。で、アーマーを50まで上げる。まあ、これもね、いずれやっていきますが、今回のメインは、野道。新しいマップですね。翻訳ここ多分されてないのかな、塩とかそんなんだと思うんですけど。さあ、来ました。あ、これ、まあ、解放していきたいですが、まずね、ハザード1から行ってみますか。ドリラーで行けばいいんだね。で、武器とかは増えてないんで、まずマップを見ていこうと。ドリラー何でもいいんだ。じゃあ、まあ、スバタの工事主任でいきましょう。さあ、このマップはね、なんか、上から、これが降ってくるみたいで、まあ、ちょっと掘っていってみればわかるかなと思うんですけど、これ結構硬くないですか？まあ、適当にね、上げつつ、まあ、1なんでいけると思いますけど、ただ普通のとここれ柔らかいので、降ってくるのが厄介なのかなと。で、今回これね、マップとアーティファクトの追加と同時に、武器のね、まあ、ステータス効果系武器の強化も入ってるんで、またそこね、見ていこうと思うんですけど、さあ、また、さあ、これでやると上に衝撃が走って、ああ、降ってくる。そうか、敵潰せるんだね。なるほど。囲まれた時にこれやりたいな、じゃあ。まあ、今でもいいか。いけ。おお、いいね。自分にはどうなんだろう。当たんないのかな。コレット式警部か。これ強くなってるんで一回使いましょう。ステータス効果武器はね、敵に持続ダメージつけるのが強みなんですけど、なんかその乗せる回数が増えたりしてるんで、だいぶ使えるようになってるみたいですね。その点 M1000 とかガンナーのね、よく使ってるサンダーヘッド銃機関砲とか、あの辺が弱体化されてるんで、全体的にバランス良くなったのかなと思うんですけど、さあ、こいつ気になるな。なんか掘ってくれてる敵もいると。あんまこっち狙ってこないね。あとドリラーなんで早いけど、普通のでも結構早く掘れそうですね。これ何が難しいんだろう、このマップは。基本的になんか後ろに行く方がマップ難しくなるけど、上から降ってくるが問題あるんですかね。これは、あ、これちょっと硬いね。硬いし、何かが出るわけでもなさそうだね。まずハザードは楽なとこでちょっとチェックしていこう。どんな感じか。敵はあいつだけかな、新しいのは。結構多いと、でもちょっとうざいかもしれないね。待って、今体力多い敵にもこのパターンいなかった。さっきいたと思うんだけど、まあ、ちょっと取りますか。で、アーティファクトね、増えてるんでね、その辺も入れて、またね、ちょっと強力なビルドを作りたいですけど、アーマーのやつはアーマー上がるんだろうね、簡単に。ここもまだないかな。あと、まあ、よく使ってるペイトゥーウィンのね、効果とか変わったりしてるんで、アーティファクトもちょっと修正がありますね。さあ、とりあえずいきます。こいつ、これこの狙ってこないけど、どうなんだろう。あ、で、あとこのマップにこの掘れるとこ書いてあるね。これで攻撃すると。さあ、まず進みましょう。採掘されも良さそうで、ちょっと強力に。アーマーちなみに50。24か。狙えなくはないね。一応行ってみよう。ちょっと持続系一応行ってみようかなと。これ普通のやつか。よし。さあ、マップとしては多分あの感じなんで、上から降ってくるのと新しい敵が特徴だね。特に制限もないし、柔らかいんでね、楽な気はするんですけど。あれ、あそこにはね、この左が出てますけど、場所も示してくれるんで、これね、ちょっとうまく当てられないかな、でも死んじゃうね。ここ。これは基本的に壁の方に出るっぽいね。掘ってからやってみようかな。周辺掘ってやってみよう。この辺も掘ってあと奥の方もちょっと掘ってここでこれを下の方にやってみてだね。これ上の方にやってみるか。右上の方ね。ああ、まあ掘ってる方に来るのね。だから敵をこう大群を捉えてちょっとこっちかな。こうやってやるとああ潰せる。ナイスナイス。難易度高くても結構与えれるんですかね。低いから死んでそうだけど。それこそエリートとかモスに狙って攻撃できるね。攻撃手段がなんならってあれプレイヤーの邪魔になかなかならないと思うんで、結構な簡単めな気がするけど、これなんか環境系でいうとマグママップはね爆破するやつがあるけど、あれ結構プレイヤーにも、ね、しんどいので、これプレイヤーの方に今のシステム上降ってこないと思うから、ちょっと行ってみる。やって前に進んでみようか。位に行ってみたら辛さがわかるかもしれない。これで今こう1個あるんでこれだね。で進む。別にやっぱ食らわないかな。爆発じゃないもんね。アーマー上がるかな。ちょっとアーティファクトも取れたら取りたいですけど、死ぬっていうのはまあ死ぬしかないもんね。でも簡単な気がするね。難易度高い一面でひたすら死ねば。マグネットさないよね。これのバグかな。ここに表記されてるけどないですね。ただこの重複回数、これがね全体的にこのステータス効果武器増えてて、ちょっとこれが一番強化されてる武器ね。次回あたり使ってみようと思うけど、これがね見えればいいんですけど、ここに書いてないから、なんか重複回数みたいなね見えてるとちょっと狙ってやれるんですけど、さあこのシマップはギミックが味方で、マグネットがなんかバグっぽいというか、毎回なったらちょっと取れないね、確実に。たまたまあれかな、かぶっちゃっただけかな。あ、そう、ホルあったね、ホル。今で3000か。ちょっと掘ります。でこれドリラーだから早いけど結構硬いね、あの硬いところは。この辺マジで柔らかいんで気にするまでもないかな。この柔らかいと硬いでどういうね戦略の差があるのか。ここからあのコイルガンをバヒュンバヒュンって撃つみたいな、あいつもなかなかこれ壊せないんでしょ。さあ掘ってみてます。であいつがこうやって掘ってくるんで、あ、なるほど、そういう出会いがあるんだね。だ敵の進路が増えちゃうみたいな。で体感なんですけど、なんかこの採掘できる場所のね量が多いというか、マグマとかだともうちょい少なかったりすると思うんですけど、結構なんか採掘多めな気がするね。結構この一個一個がでかいというか、全体的にこうなってたら違うと思うけど、新しい敵はこのマップにいい感じに適応してるんで、それがなかなか大変で、で掘ったら丸々系がこれ普通に出るんなら結構楽な気がするんですけど、ちょっと行ってみます。掘ったらナイトラ、ここ他変わりないね。変わってるキャラティファクト見たいですけど。ではい、何でもいいね。じゃあ、スバタがあるんで。あ、出るは出るか。で、こっからも出るのかな。あ、こっからも、あ、出ますね。まあ、あれが増えるわけじゃないけど、ちょっと、錬金的な。ここからナイトラ出るは出るんで、確率別に変わってはなさそうで、誰も、なんか全然出ない。あれ全く出ないよ。あ、出ます。なんか低いのかな。ちょっと今異常に出なかったね。硬い方が出やすいとかもう特にないかな。ちなみに、あ、そう、右上ね、見やすくなってます。前、数が分かんなくて、この12個のやつはもう、割と、運でいってましたけど。これ、掘る進んだかな。まあ、多いんでね、掘りやすいとは思うけど。さあ今回まだマグネット見てないかな。お、クリティカル率 15%。 アーマー取れますかね。キノコ無理そうだね。あと3個、画面内にあればいけるけど無理。いただきましょう。まあまあマップのやつじゃないんでいいですけど、ドリラー35と、あと1000か、1000ブロック。結構いったけど足りないね。これ一応上げて、さあ、平行に発射。あー、まあ次出ないと、このレジェンダリーは取れない。あんまダメージ取らんでいいと思うんで、もう一回だけ回していくか。いや、めっちゃこれすごくね、これちょっと完全に囲まれてるんですけど、やっぱね多めだね。うん、これ間違いなさそう。掘ってくるやつがどこに来るか分かんないんで、ルートの開拓者たち、この緑のやつも掘るし、ちょっと強い敵でも掘るやつはいるんで、そこら辺がどう掘ってくるかっていうのと、あとこいつね、どう進めてくるのかと。で、ああいう回転するやつに対してこの硬いところが何て言うんでしょうね、 U ターンするポイントになるので、そういう意味合いでやるのかな。ここでこう弾かれるんで、なければ止まってこなかったから、まあかといっても狙えるような場所じゃないですけどね。あれ、この硬いナイトラパターンあるんだ。さあ掘っていってますけど、ナイトラ全くね、まあ、出るは出るけど他のに比べたら出てない気がしますね。もともとねナイトラ低いですけど確率は。それガシガシくるから結構なんか逃げ道が少なくなるかもしれないね。めっちゃ固まってる、ナイス。この辺でもすごいもんね。ちょっと一回処理しとくか。ウェーブクッカーいきます。クリティカルいいね。 30% 上がってます、あれだけで。ドリラ35レベル、もうちょい掘るか。終わってないのかな。でもさっき1回で1000いってるんで、あ、来たね、よし。いやー、終わっちゃうな。さすがに1はね、やわかいわ。ああ、これはどうしようかな。これなんかちょっと足んなそう。ああ、よし、いける。いや、でも突っ込めばいけるね。あれ、こちらペイトゥウィン、前に10秒ごとに10ゴールドだったと思うんですけど、50秒ごとに50ゴールドなので、最終面しか取れないのがちょっと取れるようになったのかな。50秒で50なら、まあ1マップ100はたまるんで、でも100秒じゃ終わんないからちょっとむずいかな。逆に言うと1回あたり長くなってるんで使いやすくはなったのかなと。だ最低が50なんで、どうなんでしょう。発動も難しい気がするけど、ウェブクッカーとクリティカル、ちなみに56、アーマーは今33。アーマー狙って無理だね。これは適当にいって、ローテーション、これローテーションと重複増やせばめっちゃ増やせると思うんで、ウェーブクッカーになんかね強化があるんじゃないかなと。大幅な DPS じゃ見れないから、そこが難しいな。ボス弱いと思うんですけどあれで潰してみようかな。ボスの狩り場ここにしてみるか。ここで2個同時にいったらどう？ダブルアタック探します。これでもう条件は整いまして、痛い。いや、あいつが適当に掘ってるから、なんかこの見づらい小道から来んの嫌だね高い難易度ならちょっとそれは問題になりそうな。入れる。一回飛んでもらって、よし、で倒しちゃうんで、ここですぐやるしかないな。急ごう。これで倒したい。お、ダメだ。おお、もう一回やろうまだね、ハザード2やりますから、もうちょいなんじゃね。あ、5か。レベル上がったらやりたいな。いや、クリアはしないといけないけど、もうちょいではあるんですけど、よし、これ回してみます。あー、まあ、あ、終わった終わりました。いきます。さあ、他と全くね違う感じで、これ面白いですね。ちょっともう一回いきましょう。難易度上げて、どうしよっかな。47と2なんで、まあ34いってもいけんじゃないか。セカンダリ目標4回完了。右上の掘れとかね、集めろとかのやつか。4回だと全部だよね。ボスがないから。ぶち勝ったら25まで楽。ちょっと4いった、なんか立ち止まって動かないとか、なんかちょっとチャレンジ性のあるものが、まあ2なんで、有利ですけど。ブリーチカッターでセカンダリーね。オッケー。ブリーチカッター。ちょっとキャラ見ますか。4でいってみます。まあ、1から4。これは結構変わるはずで。ちょ、次5出すんでね。ここもいけるようになりますけど。エンジニアか。エンジニアか重量武器かな。まあ、エンジニアで。どっちにしようかな。まあ、真ん中細工師でいきますか。キャラは特にないしね。その間上げて、ちょっと掘ってみますか。あ、やっぱ柔らかいね。これなら多分ハザード5でも追いつかれることはなさそうなんですけど、これ硬いな。よいしょ。これはある程度硬いね。ナイトラくらいじゃない？転がるやつも多分あれで止まると思うんで、転がる対策な気がする。うわあいつ攻撃しづらいな。さっきはまあ弱かったし、ウェーブクッカーとか壁貫通があったんですけど、これ壁が多いから壁貫通武器が強そう。痛いわ痛い痛い痛い。なるほどね。あ、でプレイに当たると移動するんだね。これ一番採掘上げてこれですけど、まだ上げてない段階だとそんな早くないと思うんで、進捗によってもちょっと難しさが変わりそうですね。で、これ結構結構大変な気がする。ドリラーは正解だった気がする。あ、ブリーチカッターきました。ブリーチカッターのステータス効果強化されてるんで、つけたいですけど、怖え。ちょっとこれは、あれも左でいいか。連射で頼むよ。あ、電撃まあまあいいや。で、ブリッジカッター強化。HP 上げて。これは使えるね。いや、来ないか。よし。HP で。それザコは止まってくれていいんですけど、他が問題だと。結構あれだね、普通の押しがないからいつもだとこう狭い間隔であったりするんですけど、一個一個が長いんで掘らないといけない分、ちょっと進むのが大変かもしれないね。あいつはもうガンガン来ると。今ああいう追い込まれ方があるのか。危ねえ。いや、これ思ったよりむずいぞ。いや、でもここでいきます。あ、ちょっと爆破しろ。バカネットナイス。これはいけるよね。で、敵を燃焼させるとかの回転が、あ、ブリッジカッターじゃないか。こっちかな。ちょっともう両方取りましょう。なんかプラズマ系の武器で、なんか回転数、炎とかのその与える回数が増えてるっぽくて、どっちかですね。どっちもあるんでちょっと分かりづらいんだけど、痛い痛い痛い。あ、いやいや、ちょっと戦いづらいな。ここは逃げれるからいいね。あとこれ、あぶねえ、やってなかった。4でしょ、4。めっちゃ苦戦してるぞ今。危ういくらい苦戦してますけど、さあこれ以上はまずい。しかしあそこだ。ちょっとここで罠にかけよう。急いでこれ掘りながら入ってよかったか。後ろは倒せたけど、よし。いや、危なかった。めちゃくちゃレベル上がってます。これさっさと出ましょう。とりあえず上げるなら上げて、乾電の方にしようかな。武器の射程と移動と、経験値かな。 HP も欲しいですけど、回収範囲にしようか。で、セカンダリ絶対で、採掘する能力つけるとこういうの勝手に開けちゃいそうだけど、その辺はどうなんだろう。イモムシを採掘武器じゃね、やってくんないけど、同じ扱いなら破壊されないはず。This'll do. Sahana なら楽だね。よし。カメラない。あいつがさ、道新しく今つけたら囲まれちゃうよね。危ねえ。見とかないといけない敵がいるね、強力な。あ、41いて、あいつサンダーバード、これね結構強くなってます。さっき言った与える回数が増えてですね。多いなセータス効果でもここの2つ上がんないんだよね。まあ、取りますけど、やばいね。逆にあいつルート開いてくれるから、そこに向かって走っていくみたいな。これで右側ね、右上側、これは効くね。オッケー、本数かな。やばい、危ない。うわっ、出会いたくない敵。やばいやばいやばい、危ないあいつ来るのちょっと冷や汗もんだよ。採掘あげましょう。持続時間で採掘ちょっと多めに取りまして、リロード。よし、あいつは自由だな。いた第一に対してリパレサーとかどういうね切り方するんだろう。止めれますかね。ちょっと辛すぎるよ、あのキャラが。プラズマダメージって、まあ、これがメインなんでね。もう23か、あんま取れるのないし、まあちょっとショットガンの方あげようかな。ナイトラが出ました。1ナイトラ、密度が多いとかでもないもんね。やっぱこんくらいあるといけるわ。でモーカイトあったのか。モーカイトさっきモーカイトなかったんで、ワンチャンないんじゃねえと思ったけど、まあ、採掘上げてるんで問題なし。探そう。このマップだね、このプラズマきつくないですか。なんか閉じ込められてるというか、満足に使えてる感がないですね。この2つでいけるよ。いけるけど、よし OK。 ちなみにさっきやったマグネットバグみたいな感じだけど、出た瞬間に上から降ってくると多分ダメなんだろうね。あれはドロップポットと物資が被るパターンもあったんで、それに近いのかなと。まあ射程さすがに取ろう。まだいけますから。23だっけ。いけ。よし。すごいビーム本数。上げましょう。あんまりないよと。これいってさあ、ここで潰しますかね。ライトル53。よし。ナイトラ増えるごとに、あ、これ変わってないね。ほったら経験値。最初に欲しかったけど。これでマグネットを取って入れましょう。あと1レベル。これまあいけるね。敵を鈍速、あ、でも鈍速かな。いきます。最初はやばかったけど、まあなんとかなった感があるね。まあまあ全然体力やばいですけど。あげとくか。わあ、あれないね、反射。狙い道としては、あ、25ね。あと2で、まあ、それはいけるとして、セカンダリは次、確実に進めまして。おお、怖っ。あ、バグりそうや、あんなんね。アーマー50はあれだね、ガンナーでやろうか。そこほったら経験値、これはだいぶいい気がする。一番出やすいはずね。レベル危ねえ。硬いので囲まれたらそれだけ死ねるね。射程にとってあと2レベル、そんなに難しくはない。でここで爆発なんか一番弱い気がするね。壁が多いんで動きづらそうだし、こいつがやばい。こいつが倒しきるのも結構大変で、戦ってる時間が短いから、リパルサーとかなんかこう跳ね返るでもなくとどまるんならそこで倒せるけど死にかけが走ってるわずっと。やっぱあの硬いところで跳ね返るから、あれをねちょっと計算に入れながら見て。よし、焼いて食らう。ちょっとやりそうだよ。これ開いたところいるとめっちゃ飛んでくる。それはそれで大変で、まあ、もうかわせなくはないかな。経験値ここで49レベルでいってみるか。危ない、危ねえ。回復足んなくないちょっとなんか難易度で上げてほしいな、回復幅。とりあえずここは楽に潰しがちして、楽たればあれわー、場所がなかなか大変な。よし。うわー、ナイトラ行ったらでも死にそうだな今。50秒50、これはね、いやでも1回使うともう半減しちゃうんで、最後に取りたい、それでも。経験値。さあ、出よう出よう出よう。さてお金回復に回して、まずはで25、これで OK。 ちょっと回すか。うーん、上がれそうなやつ取っていって、ビームダメージもうここかな。いやこっち右もちょっと強化しようか。最終2つの方が出てましで、43もう一回回して、なんか来るか。セータス効果 20%、 この真ん中2つは一応ねぽいなついてるけど、なんかこのマークで言うと含まれてないので取ればよかったさあ行きましょう。ボス戦こそなんかやばい気がするね、ほっとかないと。こういうとこはこれ強いけど、このシャドウディフラクター、ビームの方が、視点ビームの方が危ない。一回チェックいってます。よし、あとは勝つだけ。この硬いところで詰まって死ぬようなんで、ある程度道のようなものを作っておきたいけど、ここのデカ塊やばいな。でボスにこれ使いたいけど、掘ったりして、道を作っておかないと。よし、あと1位。横断するようになるから結構それも大変だね。ペイトゥーウィン用に100貯めて、よし、先だ。ビーム本数でしょ。当てよ。これちょっとタイミング、一応ペイトゥーウィン用に待ちまして、開けた方が戦いやすいのかな。どうだろう、転がるやつがいるからね。そこがネックです。ずっとまっすぐ行く分には、でもこう敵と全く違う気するんで、追ってくる敵とただまっすぐ進む敵っていうこの挙動の違いは大変ですね。これはレベルアップ回復かな。ボスは楽だわ。あいつは楽。やっぱ言うて強いね、武器はね。強くなってます。あんま当たってないけど、壁がない方が一応戦いやすいか。群れたらちょっときついかもしれないけど、まあ、跳ね返るのも予測がつきづらいとこもあるし、まあ、この黒いとこかね。でも急にダメージが与えられなくなった。もうビーム狙いながらこの弾当てるのむずい。こうだね。どっちかでもポジショニングを合わせないと。こうで、お、今ちょっと止まってたでしょ。くー、この武器がなんかちょっと無理な気がするな。ウォートホックがね、ちょっと完全にピックミスというか出なかったね。反射があればまだ後ろに向けて撃てたけど、届かずと。この2つ、どっちかがね、結構強化されてたはずなんですけど、ブリーチカッターかな。DPS はまあ9800、なくはなくて、まあ、26レベルっていうのを考えると低いですけど、で、これが電撃だよね。電撃と炎かな。つい、まあ、桁が違いすぎるね。まあ、プラズマが一番大きいのは当然ですけど、まあ、2つ大変なのは達成したんで、まあ、5行くにはまあ他やりつつ、まあ、こういったとこで1個足んないですけど、いや結構難しさ分かりましたね。シーマップ。何かの道。めっちゃ気になる、ここ。一番重要なとこ抜けてますけど、さあ1だとなんかね、まあ、楽かなと、まあ、掘るのも簡単なキャラで、まあ、敵はね弱いし楽かなと思ったけど、4で思ったより硬いぞというのと、あと進んでくるやつがやっぱ違う動きする、最後ね言ってましたけどしてくるんで、ボスがまっすぐ突っ込んでくる、雑魚が追ってくる、あいつはなんか、まあ、あいつも一応まっすぐかな、小野が道で来るんで、まあ、こっちに向かってこないまっすぐなんで、逃げ方によってはちょっと危なそうで、まあ、まさにそこでやられてと。リベンジはしますけども、アーティファクトも取りたいので、まあ、これで1回死んだね。まあ、これ死ぬやつはちょっと、次までに2回死んでおこう。アーマー50はね、ちょっとキャラクター変えた方が良さそうで、あと HP30 より低い状態でドレッドノートは、まあ、状況次第かな。